はい、こんにちは、でっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。リアルタイム対戦、前回続きから来ていたと思います。ダイヤモンド1まで来てますね。連勝はなしというところです。メラ強化も今日でおしまいかな。だからフェニックスが明日以降ね、どうなるか分かりませんが、焼けつく覚えさせたけど結構使ってないね。ラーミアには覚えさせた焼けつくとかは結構使うんだけどね。やっぱ火力として見てんのかな。はい、対戦よろしくお願いします。そしてプサロナイトが怖くない、あんまり、あんまりね。どうしようかな。どうしようかな、困ったな。こういう感じです。いや、あ、ここに出、ここに出てさ、あ、届かないか。必殺来ちゃうね。来てさ、この斜めちょうどいるんだけど、うち気持ちいい範囲にいるんだけど、ちょうど気持ちいい範囲いるよ。打ちたくなってきた。あー、ダメか。誰か落とせる範囲になればいいんだけどな。どうしようか、これ。これは出てこないよな、さすがにな。次、飛び込むか。飛び込んで、グレナルぐらい持っていけないか。ここに飛び込むでしょ。あ、ここでもいいか。ここでも。うわうわうわ、ちょっと待って、うわだそれ。いや、これ単品じゃ落とせないんだよな。やべ、動じるな。
まだ慌てるような時じゃない。いやでもあの火力すごかったですよ。動じるな、まだまだだ。このうちの陣形崩しちゃいかん。ここ来て必殺撃つ、撃たない。さあどうなる、これどうなる。あくくくく、そうだね、向こうからさ出る必要ないんだもんな。行こう、あ出るか、ガッパン。でゴッド、ゴッド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 、いやラリホ123、ラリホ届きそうだな、勇者にな。身代わり入ってもよし、身代わり入ったら負けんで落とす、キサロッチので。次ブレスが来るな。それはそれはずるくねえか、出たことないだろピタロナイト。お前出たことないだろ返しよ。お前オッケーオッケーオッケー、これはオッケー。いやー次スタットが怖え、マジ怖え。いやー神龍生き残れないな、なんで会心出んのかなあれ。生き返し生き返しで、マデスさんかよ、速さやばくねえか。いやこの順番が分かんなくてね、さっきは下だったの、ね、今度上かいみたいな。いやダメだこれ、やられっしょ、グレーナーもやられっしょ。あそっち狙ってくるか、置いてこれ。いやーそのやり方は良くないかな。いやここで落とせると思ってるよピサロで。で、ラリホッチを取りたいんだよ。オッケー、ふはい、対戦よろしくお願いします。出てきそうな感じだね、ここはね。会心取られるんだよ。で、これまたね、サマルトリアのじゃなくて、トンの中。会心取られるんだよ。で、会心がドラムやめて。ビリビリ取れろ。もう全然うちに。
うん、肩麻痺だってほら当倍でしょ、ずっと入れないわこれ。これまずいよマジで。次 40% で ここでいいね、ここで麻痺でいい、あ多分大丈夫だね、うんそうそう、あのグレッツェルも麻痺弱点だから、そうかけるしかない、落としてくれ。ここはあっちを狙う、こっちこっち、これが正解。どっから行く、どっから行く、えドルマ、ドルマまずかったんだっけ、大丈夫か、まあこれでいいね。硬いな、しかし硬いな、いや毒まずくねえか、ファイアブレス、ファイアブレス、え届かないでしょ、ここまでは届かないから、あのトンヌラの技ね、これでよし。で次トンヌラ来たら混乱取れるんで、よし。いやフェニックスお前よし、オッケー。そうか、でもこっちに振ることを考えてなかったね、ちょっとまずいな。まあいいか、トンヌラの動きが気になっちゃったからな。1,2,3,4,1,2,3、うん、あーわくっ、お前こんな足でもいいけどさ、少し動いてくんねえかな、いつもは動くじゃん、いろいろ。オーロラもいいんだが、いやこれがまたね入らないんだよな。ゴッドで回復したいね、これだったらね。あっちだね、奥だね、奥狙い、ちょっと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 まあまあまあいいか、混乱はこう入れとく。いやー届かないじゃん、届かないよね、あやられたな、まあ、こっち行っとこうか。じゃグレーツルトンヌラか、グレーツルトンヌラで誰を狙ってる、おそれはありがたい、さっきのお返しというばかりに。いやー怪人がーん、あ落ちるか、ラスボスやっぱあいつだな、生きる、よしよしよし、でも一番恥、お前一番恥すぎる、ファイアブレス落ちろ、落ちないから、混乱でもいいし、混乱にしようかな。ラリホ、ラリホの方が確か確率あったかもしれない。よしでラスボスをちょっと先に倒しに行こう。オッケー、ここは見返されたらされたで、あーありがとうバタフライ、最後まで、あ落ちるね、オッケー。
はい、対戦よろしくお願いします。ダイスダイスラにフォレストなんだ。うわで状態以上かけていくしかないな。オニコンとあれな。フォレストは多分身代わり入った時点で燃やせると思うんだよね。あぶね。どこ、ここに着くの？ここに着いて、ああ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、ちょっと心の準備ができてなかった。心準備できてなかった。あぶねえ。これはさ、行く？行ってもいいんだよな。行こうか。あーくっそー。マジかい。これ出ません。状態異常使いが一人落とされてしまった。次ゾーマここか。ここに来てあれかされんだな多分。でここにあれが入るでしょ、フォレストが多分。ゾーマナントスとかって見れんのかな。どこだ。この辺は開花なんじゃないの。どっかでねこの上の画面で出ればいいのにね、ナントスかっていうのは。あ、これちょっとダメかな。 いけるよ。 あれ、もったいない。いや多分通信切れはしてないと思う。全然向こうの方が優位だよ。あ、うち、ま、え、なんでうちうちの負け。AI がもう勝手に先勝負しちゃった。もうあんたの負けだよって。なこっちが通信切ったみたいになっちゃったけど。はい、対戦よろしくお願いします。あ、またこれか。こっちから来てフェリックス、今度耐えろよ。今度耐えろよ。全く一緒じゃない、ひど。ラーミア、フェニックスの方が先輩なんじゃないの。耐えろよ。うん、返し刀いらないよ。でビリビリ取れない。一緒。やばくないこれ。最近ほんと取れてない。よし、いいね。これは、あ、これ届かないよね。届く？届くんかい。くっそー。これは、まずい。これはダメ。来るもんな。スタッド嫌なんだよな、マジで。先輩なんてことすんだよ。でこれ取れる。これもさっきと一緒。さあこっからですよ。誰をどう狙っていくか。お、邪魔者。どうするかな。
こっちなんだよな。あ、そう、違うか。違うか、あれが生き返っちゃうんだな。あー、やべ、しまった。ギュメイの方から行くべきだったね。全然ダメだ、混乱と勘違いしちゃった。あー、失敗したよ。おい、ナイスクラッチナイスクラッチだな。返し方な、ここで。クラッチ、ちょっと待って、クラッチだけでも持っていくか。クラッチ、我が糧となるがいい。あいつあんな技を受けてたのか、知らない間に。はい、対戦。うわ、初めてなんだけど。対戦よろしくお願いします。ハヌマ。初めてなんだけど。どういう技だっけ？全然覚えてない。うわぁ。来た！やけ、あ、びっくりした。かかってないのかと思っちゃった。それかわいそうと思っちゃったけど。かかったね。まあいいでしょう、うちには動けるメンツがまだいるんですよ。で、弱点何なの？ちょっとアストロンとかするの？するんじゃね？あ、自分か、自分ね。まあいいでしょう。え、ちょっと待って、何聞くの？何、ちょっと待って、何聞くの？麻痺無効、混乱ね、混乱でいいんじゃない？じゃあ鉄壁、いや、やりに来てるな、向こうは。いや、初手ね、落としたい。じゃあこうなるとモーグリッチ、モーグリ何してんだ、あそこ周回してるけど。行くか、この子は落ちてもいいんで行こうか。ガッポンで、バタフライはあれを狙いに行く。これまずいからこっち側に移る。こっちから、こっからね、オッケー。なんか周回あそこしてるから、あそこにちょっと飛び込もう。飛び込み取材させてもらおう。これ一体か、半減か。これなんか嫌なんだ。あれ、あ、危ね。あぶねえ、落とせたと思っちゃった、勘違いしちゃった。しびれるプレス、3マス動ける。混乱よく食らうなお前なあ。落としてくれ、落としてくれ。お目覚め勇者、落としてくれ。ゾーマでもいい。落ちろ落ちろ、よしよし、これいいんじゃないか、これはチャンスあるんじゃないか。モーグリは、ホーリーやめて、マジで。あーホーリーやめて。ちょっと待って、これはこっち側のツリーのこれだね。回復はしなくてよし。あ、これ落ちない、これ落ちないわ、これ落ちないやつだ。あ、落ちた。
今か、今だな、今だな、いつやる、今だな。新しい名言が出ましたよ。いやもう大ゾも早い。老人の割には足が軽快じゃないか。またホーリーのだのか、これ真珠にかかってるな。真珠前ここ出てって、ブレス打ち込むでしょ。生かしてくれた。オッケーオッケー、これはオッケー。またで落ちないよね。落ちない、落ちないからこうして。やっぱりしびれクラゲだな。オッケー、ゴッド。いやー見返しそうで本当やなんだよね。オッケー、なんせ 5% を引くからね。はい、対戦よろしくお願いします。ゼシカが厄介なんだよな。ほんとゼシカ最近私の中での評価急上昇なんだよね。これすっ飛んできて3連撃会心入って落とされる。耐えればこっちのも。勝負に来なかったか。いやーゼシカちょっと考えとこうかな。何がいいんだろうね。状態異常、ま、うん、いや必殺を待たれたらおしまいだしな。ちょっと待ってるわけにいかないんだよね本当に。これまでいっちゃおうか。真珠な、真珠も魅了だからな。打たれちゃうんだよな。これ入る？入らないね。一応こういうの上げとこ。ちょっとずつちょっとずつちょっとずつだが迫っておこう。通らないからな。123。届いてないんだよな。開始。さあ次どうなる。こっちから混乱だよね。これ上げといて正解。だがゼシカなんだよね本当に。打ってこようと思えば打ってこれるじゃないですか。マジそれなんだよな。貯めておけば貯めておけるし。混乱トリーのあれまで取れたら嬉しいな。うわやってくれるわ。で混乱取れるからこれ前出ちゃおう。これしかない。いや鬼子の制裁もかけないんで、これもう修羅の道だよね。突っ込んでいくのは本当に。これ2人取れちゃえ。こういうな、うちに働いてくんないしな。
いやー、ここ2人止まってくれたら本当大きかった。さあ制裁受けますよ、オニコンさんの。ここ2人入ってる、2人入ってるか。お、意外と耐えた、意外と耐えたよ、いいぞ。で3ターン目に来ちゃうのがもうおしまいだよな、まあ、それはありがたいよ。さあ来ます。まあ縦に重なってないから1体押されるかって感じだよね。で向こうは誰を選んでくるか。ウォーター、あ、そっちか。あー、それはそれで辛いね、またね。いや、もういないよ火力が。ジェシカに行くか、じゃあしゃあない。ダメージ軽減ね。いやー、いや、これがまだ入らない位置でってのがうまいな。軽減よし。あー、ここでかー。あー、そう、魅了取ら 100% じゃないでしょ、魅了取られなくてよくないじゃん。なんだよ、メロメロしやがってよ。そうだ、オニコン叩いてやるよ。そこでさ、そこでミカワシはもうやばくないかね。それまでにとってよ、前段ミカワシって何今の。いや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 、もういいって。何それ、そう。やっぱりまたね、ゼシカの苦手意識が増えてしまった。というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。